はい、ちくわです。今回は以前ご紹介しましたワイルドフォレストというゲームがプレイできるようになりましたので、実際にねプレイしていきたいと思います。で、こちらのゲームはね、構造物や軍隊を構築して互いのメインベースという拠点の破壊を目指すシングルスクリーンのリアルタイム戦略ゲームとなっておりまして、プレイヤーはユニットや呪文などを最大7個まで編成をしてバトルをするといったゲームになってまして、大人気戦略ゲームのクラッシュロワイヤルのようなゲームとなっております。まあね、詳しい内容は前回の動画でもご紹介していますので、詳しい内容がね知りたい方はそちらの動画もご覧ください。それでは早速プレイしていきたいと思います。はい、こちらが実際のね、プレイ画面になってまして、Android の方はね、そのままダウンロードできますけれども、iPhone の方は、テストフライトというねアプリが必要になりますので、そちらをご了承ください。でね、テストフライトをお持ちでない方は、こちらの動画のね概要欄の方にテストフライトがねダウンロードできるリンクを貼っておきますので、そちらからダウンロードお願いします。ではまず私はこちらね、サインウィズスカイマビスというものは私持ってないので、プレイアスゲストでいきます。さあ、そうしますと、今、焚き火でね、温まってますけども、これは一体何をするのか。なんかバトルパスとかなんかいろいろありますけど、これはまだ解放されていない。じゃあ、右上の方に、これはなんだ、アカウントとか、グラフィック、オーディオとかありまして、まあ、これはメニューかな。じゃあ、あとはとりあえず、まあ、トゥーバトル。こちらができるという感じですね。じゃあ、こちらをやってみます。トゥーバトル。さあ、そうすると、チュートリアルのようなものが始まりまして、This is your card. ソードマン。コストを5消費するソードマンというものがいますよと。まあ、とりあえずね、コストを消費しながら、キャラクターを編成していくという感じかな。でコストはこの左下に書いてあるこの30というのはコストという感じっぽいですね。なのでまずはね、このコストを消費して、ここにソードマンを編成すると。お、そしたら動き出した。で、こいつをこんな感じで、進行できるんですね。で、これで攻撃をしてくれると。あ、倒した。そうすると今度こいつを、じゃあ今度こっちに行けと。こうやって指示を出して、こっち側に行ってまた攻撃をさせると。お、やられちゃったら、じゃ今度はこのアーチャーをここに編成しろと。こういった。まあ、こんな感じでね、コストを消費しながら、どんどんね、いろんな部隊を編成していくという感じですね。で、今度は、ビルドアナザーバラックス。なんだ、バラックスって。これをタップしなさい。そうするとこのバラックスというものが作れるんですね。を作った。ニューサモンマルチプルユニット&なんかようわからんが、まあ、これを倒せという感じかな。なのでどんどんね、舞台をこうやって編成してって、このユニットでこいつを攻撃しろと。みんなこいつを攻撃しろと。さあ行った、倒せるか。よし倒した。それで、敵のね、なんかこう、タワーを倒したら、そのね、倒した場所で、またね、新たに、タワーとかね、いろんなものを建てられると。じゃ、こちらのタワーを建てましょうよと。そうすると、自分のタワーをこうやって作れるんですね。なんか来たよ。来たので、こいつを倒していく。みんなこうね、指示を出す必要があるんですね。さあ、あと残るは相手の拠点だけなので、相手の拠点に進行をすると。さあ行け。ここからまでキャラクターをどんどんねこうやって配置していく。どん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 配置する。なんか拠点が大砲撃ってきてる。ほらほら、やべ、強いぞこれ。さあガンガン攻撃しろ。え、これ拠点強くないこれ。頑張れ。よし倒した。さあ、これで勝ちましたよと。そうすると、This is a deck screen。こちらで自分のカードを確認できると。で、バトルデッキというものがあって、なんだこれ。これはインフォメーション。まあ、こちらでユニットとかを確認できるという感じかな。で、ユニットごとにレベルアップとかもできるんですね。で、こいつはナイトか。
で、あとは、こいつは、スナイパーというものがありますね。まあ、なので、このね、ソードマンの、まあ、ランクが1個上がったやつという感じかな。あと、アーチャーの1個レベルが上がったやつ。じゃあ、これでもう一回、じゃあ、バトルしてみようか。これでバトル。そうすると、さっきのナイトとかも使えるのかな。さあ、じゃあまた進行しなさいよと。じゃあ、これで進行していく。で、こっちにも進行していこうかな。あ、この何？この夜というか、まあ、暗いと敵が見えないのかな、これ。え、何これ？これをタップして。で、バラックスをレベルを上げなさいと。お、これで一回バラックスのレベルを上げる。あ、バラックスのレベルを上げると、強いキャラクターが変身できるようになると。じゃあ、これで、このサモン、ナイトをサモンしていく。で、こいつをじゃあこっちの方に進行していく。お、そうすると、ナイト対ナイトの戦いが始まりました。お、強い。やっぱりナイト強いですね。ナイトで勝ちましたよと。で、そうすると、また新たにこちらに、今度はマインという建物を建てなさいと。このマインというものは、このね、マナを生成してくれるという感じかな。ほら、今ね、1って書いてますよね。どんどんね、1個ずつマナを作ってくれるという感じですね。お、で、今なんか太陽がね、どんどん出てきまして、明るくなってきました。やべやべ、なんか進行してるよ。やべやべやべ、ちょっと待って。これをまず攻撃をする。やばい、ナイト来てる、ナイト来てる。ナイトが来てるので、こっちもナイトを作る必要がある。ナイト、ナイトをこの送る。危ない。で、こいつでこいつを攻撃する。で、こいつはこっちを攻撃する。で、このナイト、で、ここね、拠点制覇したんで、じゃあここでタワーを作ろうかな。タワーを作ると。で、そうすると、このタワーはおそらく敵を攻撃してくれると。こういう感じかな。で、これね、一回一回これね、指示出す必要があるんですね。これね、一回この攻撃がね、終わったら、こいつね、何もしてくれないので、じゃ今度こっちへ行けよ、という感じでね、毎回毎回ね、指示を出す必要があります。じゃ今度スナイパーをこの辺に設置して、で、スナイパーでこっちの方に行くと。で、こいつもこっち行け。あれ？敵なくなった。敵なくなったね。じゃ、このままこっちに攻撃しようか。OK。スナイパーが今一生懸命攻撃してくれてます。じゃあ、こっちからもナイトを作って、ナイトはこっちから攻め込む。で、これ倒しましたよと。あ、これで終わりですね。お、今度は、バトルパスというものが解放されました。このバトルパスというものは、で、このね、リワードというものは、おそらくね、勝っていくと、いろんなね、こう、報酬がもらえると。で、下の、こちらだったらね、無料でももらえますよ、という感じですね。でね、上のプレミアムは、特別なチケットがあると、こちらの上のね、報酬ももらえると。で、あとは、タスクというものもありまして、このね、タスクをこなしていくと、なんか、報酬がもらえると、こういった感じかな。さあ、これでね、じゃあ、とりあえずチュートリアルが終わったので、じゃあ、マッチングでバトルしてみようかな。じゃあ、もう一回、トゥーバトル。こちらで、はい、マッチング中です。あ、で、マッチングはすぐされますね。で、結構プレイヤーは多いかもしれません。で、まずは、何するんだっけ？これ、あ、自分のところにまずこれか。じゃあ、バラックス。バラックスを作らないと、これは兵士が作れないんですね。なので、じゃあ、まずはバラックスを作る必要があると。で、バラックスを作ると、兵士が、そうですね、作れるようになりますので、こちらで兵士を配置していく。あ、で、バラックス1個に対して、1つしか作れないんですね。じゃあ、もう1個バラックス作るか。バラックス。で、バラックスをどんどん作っていけば、またさらにキャラクターが作れるようになる。やっぱりなんかこいつ来てるんで、こいつの方をじゃあ倒していくか。こいつをこっちにいるからこいつを攻撃しろ。こいつを攻撃すると。OK。倒してるときに、じゃあこいつをもう一回こっちの方でね、編成をする。で、このバラックスのレベルが上げられるので、このレベルを上げる。で、レベルを上げると、今度ね、ナイトとか、あとはスナイパーも作れるようになりますね。
OK。じゃあ、これで新しいキャラクターもどんどん編成していくと。で、ここね、拠点制覇したんで、じゃあ、こちらは、マインにしようかな。これね、マインを作ると、これね、マナを生成してくれますので、じゃあ、こちらは、マインをどんどん作っていく。で、敵がね、なんか一向に進行してきませんけども、これ多分ね、はじめ、これね、バラックスを作るっていう方法がね、これ意外とわからない人が結構いるので、これね、バラックスを作らないと、このキャラクターが生成できません。さあ、かなり、編成が組まれてきたんで、じゃあ、あとは進行するか。じゃあ、こいつに向かって進行していく。さあ、いけいけいけ。これ、一体一体ね、これね、全部 C 出さないといけないんで、これね、相手もね、めっちゃこう進行してきたら結構ね、激しい戦いになりそうですね。で、これどんどんね、拠点を制覇していくと、どんどんね、これがね、タワーとかがね、作れるようになりますね。で、こちらはタワーを設置。こちらはマイン。まあ、こんな感じでどんどんね、拠点を制覇していくというゲームですね。さあ、行け。さあ、そろそろ行ったでしょう。よし、倒した。さあ、倒しました。これで勝利ですね。お、で、勝ったので、今度はトロフィーロードというものがありまして、こちらで、宝箱がもらえると。じゃあ、こちらをオープン。さあ、そうすると、ゴールドをもらいました。あとは、ソードマンとかナイトの、これはカードかな？もらいましたね。で、多分ね、このカードが集まってくると、こいつらのレベルが上げられるといった感じかな。そうですね。今、このソードマンね、もう5個ね、カードが揃ってるので、レベルは上げられるんですけども、まだコインがね、50個持ってないので、レベルは上げられないという感じですね。まあ、こんな感じでどんどんね、キャラクターを強化していくという要素もありますね。はい、ということで、リアルタイム戦略ゲームの、ワイルドフォレストをプレイしてきましたけれども、こういうね、まあ、タワーディフェンスゲームは、だいたいね、一回ね、キャラクターを設置してしまえば、あとはね、自動で攻撃してくれるんですけども、まあ、このね、ワイルドフォレストは、自分でね、全部操作する必要があると、こういうね、ちょっと一風変わったゲームになっていまして、戦略性の問われる、面白いゲームだな、という感じでした。まあ、ちょっとね、まだキャラクターが少ないな、という印象はありましたけれども、まあ、まだね、こちらのゲームテスト段階ですので、まあ、今後ね、いろんなキャラクターが登場すると思いますので、そうすればね、また、迫力のあるね、ゲームになるという感じですね。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。